こんにちは、未来クリニックの今井です。動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。今オミクロン株がね、かなり流行ってるんですけれども、2年前とですね、やることは同じなんですね。手洗いとマスクと3密ですよ。まあほとんど進歩してないなというふうに残念ながらそう思うわけですよ。で、手洗いがなぜ効果があるのかっていうと、ウイルスのカプセルですよね、を壊すことができるからっていうわけです。ですからこれはウイルスの株によってね、変異株によって変わんないということですよね。ですからワクチンは変異株によってどんどん変えていかないといけないので、ブースターっていうふうに最近言われますけど、そうでなくてもしっかりと手洗いすればワクチンは死んじゃうということですから、これは鼻にも言えるわけです。ですから鼻うがいをして中に、例えば、口腸食塩水、濃度の濃い食塩水を使うとか、ポビドン用土を使うとかね、ベビーシャンプーを入れることによってウイルスのカプセルを破壊すればいいということですよ。そうなると変異株何にも恐れることはありません。ということで、改めて鼻うがいの簡単な説明とともに、このフローについてちょっとご紹介したいと思いますね。鼻うがいっていうのは今見ていただいている通りですね、まあ、様々な種類があります。私はこう管理方法と洗い流す方法ねと洗浄液に大きく分けてるんですけれども、管理方法については、高圧式、圧をかけるのか、それ、あるいは吸うのか、あるいはこう垂らすのかね、ネティーポットみたいな感じで、もありますし、容量ですね、少量であるのか、それとも大容量であるのかによっても違います。で、洗浄液に関しては、生理食塩水の塩分濃度であるのか、3倍程度の口腸食塩水の濃度であるのか、その中に、イソジン、ポビドン用土だとか、ベビーシャンプーなどを入れるという方法もあります。で、この今日試すですね、このフローはですね、大容量で高圧式の鼻うがい、いつも動画で紹介しているサイナスリンスと同じ、これは、オーストラリア生まれなんですね。まあ、高圧品なので、いくつか、サイナスリンスにはない利点があります。もちろん、サイナスリンスの方がいいところもあるわけですけれども、このフローですけれどもね、これは陽圧式で大容量 200cc で、高圧式ピューッと圧をかけますの鼻うがいです。で、私がこの圧をかける鼻うがいね、ネティーポットよりも圧をかける鼻うがい、あるいは陰圧式よりもっていうのは、いろいろな理由があるんですけれども、きちっと上咽頭を洗い流せるというところがあります。で、ここ図を見ていただきたいんですけれども、スクイーズボトル、今日こうギュッと絞るタイプのね、スクイーズするタイプのボトルっていうのは、タラ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 ッと大気圧で流す鼻うがいよりも症状の改善が早いという結果が出ております。ただし、これはものすごく早いというわけではなくって、どちらかというと早いというぐらいの変化なので、今ネティポットでやってるよとか陰圧式でやってるよという方は、わざわざこちらに変えていただく必要はないのかなというふうにも思っております。で、このフローなんですけれども、こういうキットがありましてですね、このキットの中に10個、このリフィル、粉が入っておりますね。で、これ、医療機関専用品なので、特に歯科医院さんで売られてるんですけれども、私のところではこれ、ネットでも販売するように、できるようにしました。結構、使い勝手がいいところがありますし、ここがですね、サイナスリンスは、シリコンなんですよ。で、このフローはここがプラスチック。なので、シリコンアレルギーの方にも使えるということ、利点があります。そして、もちろん同じように電子レンジでチンして殺菌することもできます。フローのこの取扱説明書には、こうやって上咽頭が洗えますよというふうには書いてあるんですが、本当にそれができるのかどうかっていうところをですね、ちょっと見ていきたいと思います。内視鏡でやりましたのでね。ということで、よし。あらかじめ被験者、これはうちのスタッフですけれども、被験者に、食紅を鼻に垂らしてですね、で、紫色の色をつけております。その中で上咽頭を見ていっています。さあ、見えてきました、上咽頭ですね。この部分が上咽頭の真ん中ですね。上咽頭の真ん中、そしてここが耳管ですね。ここが真ん中で、こっち側が左ですね。ご本人の左側、こっち側が右側なんですけど、この部分が耳管と言われる耳と、ここか、耳管と言われる耳と鼻の
間のある、管ですよね。で、少しこう紫色に見えるのがですね、こういうところが、食紅の溜まっているところです。真ん中が今どうなってる？あ、今ここが真ん中になったか。ちょうどここが真ん中ですね。こういうふうになってるかな。こういうふうになってるのが真ん中。ね、この部分がてっぺん。この部分がてっぺんになります。これを洗っていくんですね。見といてくださいね。多少この点外のところですね、上咽頭のてっぺんのところに血管が見えないところがありますから、その部分は慢性上咽頭炎というふうに判断できると思います。まあ、おそらくこすると出血しますが、今回はこすっておりません。薬液を、まあ、薬液といっても、まあ、生理食塩水ですけどもね、キュッとスクイーズしていきますよ。キュッと入れていきますよ。そうすると見てください。今ね、口の方に、あ、今行きましたね。今上咽頭のがくっきりと見えましたけれども、鼻から入れて鼻から入る、鼻から入って片方の鼻から出ている状態、この状態だときちっと上咽頭、あの喉チンコによって上咽頭腔が閉鎖されて、そしてぐるぐると上咽頭のところを洗っている状態ですね。そしたら紫色の食紅が洗い流されているのが分かると思います。この真ん中の部分にあった食紅がなくなってますよね。やはりきちっと高圧式大容量で洗うと、今もきれいに上咽頭が見えますし、紫色の液体が洗い流されているのが分かると思います。ここにゴミとかウイルスなどがあれば、もちろんこれも一緒に洗い流されるわけですよ。で、当然その後ベチャベチャになるからどうするんだっていう人が時々いるんですけど、まあ、それきれいにすればいいだけの話ですし、もちろんこの中にイソジンだとかですね、ベビーシャンプー入れれば、そこでウイルスのカプセルは壊れるわけですから、30秒浸せばですね、 0.1% でも濃度でも30秒浸せば壊れていくわけですから、何の心配もいりません。ですから家庭内感染を減らすことができますので、ぜひとも試してみていただきたいというふうに思います。今日はこの風呂、ね、高圧式大容量のスクイーズボトルだと上咽頭がきれいに洗えるというお話でした。オミクロン株、恐れることはありません。きちっと命の入り口、鼻と口をきれいにすること、特に上咽頭の衛生状態を保つことができれば、コロナだけではなくてインフルエンザ、あるいは副鼻腔炎なども防げることができます。心配しないといけないのはコロナだけではなくて様々な感染症ですから、やはり鼻をきれいにすることを心に留め置いてほしいなと思います。動画のご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。これからもこういう情報をお届けしてまいります。ありがとうございました。